こんにちは、サイリス山です。ちょっと明日、久しぶりの試合なんで、まあ、1分で見せていたんですけど、まあ、初めてのルールで、まあ、どんな感じでやろうかなみたいなことを考えてます。まあ、しっかり楽しんで、勝ちたいと思います。ブレイキングダウン CEO という立場ではなく、ジャパントップチームで一緒に練習をしている立場として、タイガー・キザエモン選手の現在の仕上がりとかっていうのはどのように見てらっしゃいますか？キックボクサーとして普通に全然レベルが違うのかなと思ってます。ただやっぱり1分っていうのは何があるか分からなくて、その部分でやっぱりこう実績だったり経験を積んでいくというのは遅かったので、まあ、そこら辺の化学反応がどんどん起こるかっていうのは今日があります。サギ選手もお伺いしたいんですけれども、ジャパンドッグチームズの練習で特にどういう点を強化してきたというところを、ヒントしていただけます。いや、全然何も考えないです。なんだか普通に練習しましたし、まあ、別にそのこのルールなんてわけじゃないんですけど、まあ、僕、格闘技やったら本当に普通にスパーリングが好きやから、なんでジャパンドッグチームでもその、なんだろう、まあ、言ってるのはいっぱい強いやついるから強いコーラで一回殴り合えるんで、まあ、それが好きで行けるだけなので、なんだろう、まあ、僕は普通に単純に殴り合いが好きなんで、で、まあ、それを、しかも今回この1分という時間なんで、俺はその、まあ、例えば細川君が、じゃあここからこう、じゃあ、僕の試合して、じゃあプロになってどうか、プロはやっぱその3分、5分なんで、もうどんどん練習も必要だと思うし、まあ、難しい、まあまあ、なんだろう、また別ジャンルだと思うんですけど、この1分はもうすげえこう、これが面白いし、逆に素人が、まあ、素人がじゃあすぐプロでやってくれるから、これ絶対勝てないと思ってるんで、ただまあ、なんだろう、僕は自分やってるから、なんだろうな、短い期間で、いい指導者だったら、まあ、プロとかにも勝てる可能性があるのは、この1分10秒だと思うんで、まあ、それはそれですけど、俺は楽しいし、で、俺はしっかりそこは、この1分というルールでも、しっかり対応できて、大きいやつでも全然大丈夫だよっていうのを、まあ、見せれる自信があったんで、今回は飛ばしてます。そうですね、まあ僕はなんか毎回そのメダル団体に行ってたんで、まあ、正直今一番じゃあどこが使命があるって思った時に僕はブレイキングダウンだと思ってて、でブレイキングダウンはブレイキングダウンで、その、まあ、今 K1 だったりライジンだったりいろんな団体ありますけど、僕はその1分っていう時間、まあ、これはこれですごいこう難しい競技だと思ってるんで、まあ、僕はすごいこうなんだろう、これはプロだから、どのコーナーだからとは思ってなくて、このルールはこのルール の, その、まあ、プロがあるように、このまあ、自分はこのルールが一番流行っているのは、僕、レギュラーダメと思うから、この1分でルールは初めてなんで、まあ、すごい楽しみはありますね。はい、いや、まあ、また、まあ、細川君は、まあ、背も高いし、まあ、実際そのプロの、僕らのプロのね、だんだん、まあ、イメージだと、まあ、プロやと僕ら3分とか5分とか、まあ、長いラウンドで戦うんですけど、まあ、このブレイキングダウンっていうので、この1分っていうこの時間で、まあ、ブレイキングダウンはその小っちゃいやつも大きいやつに勝てる可能性もあるし、まあ、いろんなこう、まあ、こういう体重関係なくできるから、僕はすごいこう楽しみやし、まあ、実際その体格の差はあっても、まあ、そこは、まあ、自分も初めてやから、どういう感じでやるかは悩んでいますけど、まあ、でも、まあ、やっぱりずっと投げ合いしてきたんで、まあ、また新しいものにこう、まあ、チャレンジするというか、僕はすごい挑戦する感じがあるので、楽しみです。北川磯です。まあ、対戦相手の平山さんは、知名度も実力も、まあ、申し分ないので、まあ、でも、ネットニュースとかで描かれていることが本当なのであれば、本当、どうしようもないので、つぶやくやなと思うんですけど。まあでも、プロってすごいんだなって思いました。まあこうやって北山さんと試合が決まって、まあプロのいるチームのところで、まあ少しですけど、まあ、スパーリングや練習をしたんですが、まあプロってこんなにすごいんだなって、こんなに努力をしてきたんだろうなって。まあそこは素直にすごいなってことは思いました。まあでも、ここですね。明日、
僕が勝ったらまだ見えてない景色の僕はいろいろ見えてくるんじゃないかなって、本当に明日は大一番だと思います。僕が1000万以上の価値を明日掴みに行きます。以上です。